ぷっぷー、めぐだよ。あいりだよ。みなさんこんにちは、ヌヌファクトリーのめぐです。あいりです。本日の動画はこちら、新しく入ったあいりちゃんの愛車を紹介していきたいなと思います。イエーイ。皆さんも愛理ちゃんがどんな車に乗ってるのか気になりますよね。なので今回は私が愛理ちゃんの車を隅から隅まで見ていって、愛理ちゃん本人にもいろいろと聞いていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは早速愛理ちゃんに質問していきます。お願いします。お願いします。愛理ちゃんの車はなんて車なんですか？はい、三菱のコルトラリアートバージョン R という車です。バージョン R ってことはなんか珍しい車なんですか？そうですね、多分あんま見ないと思います。確かにコルト自体をあまり見ないので。そうですね、珍しいお車で、はい、そしてボディはラッピングと聞いたんですけども、はい、そうですね、もともとボディカラーは黒だったんですけど、そこからラッピングをしてこんなになりました。なんでラッピングしたんですか？ラッピングした理由は、まあ、まず1個目がもともと買った時に傷がすごくて、あ、なるほど。とあとここのフェンダーの部分が樹脂なんですけど、うん、真っ白くなっちゃってまだらになって模様ができて、それが一番嫌だったんで、はい、それを隠そうというあれでこの樹脂のフェンダーからラッピングをしてって、あ、じゃあ全て全部ラッピングしてしまえというあれでラッピングをしました。2つ目が、うんうん、成人式の時にこれを振袖して乗っていきたくて、おお、こんなで完成させました。いいですね。じゃあ成人式ももしかして紫でしたか？振袖は黒にピンクですね。おお、黒にピンクだそうです。乗ってそうですね、この車に。そうです、やばかったね。やばかったですか？目立ってやばかったです。目立ち目立ちですね。もうちなみに紫にした理由は？紫にした理由はもともと紫が好きなんで、うん、紫にしたっていう感じなんですけど、はい、なんか私がそのラッピングのサンプルを見た時に室内だったんで、うんうんうん、なんか紫ラメで見えたんですけど、貼って光に照らされたら、うんうん、なんかマジョーラっぽくなっちゃって、そう、マジョーラかなと最初思ったんですけど、でも多分マジョーラだと思うんですけど、うん、夜だと紫にラメっぽい、あ、なるほど。多分昼間だとマジョーラっぽく見えます。いいですね、昼間と夜で、あの2色味わえるので、はい、ちなみにこれは迷彩なんですか、この柄は？そうですね、迷彩ですね。なんでこの柄にしたんですか？した理由はか特になく変わったような色にしたくて、人と被りたくないんで、うん、唯一無二な感じが好きなんです。そうですね。それではフロントのカスタムから聞いていきます。はい、フロントはどこをいじっておりますか？フロントはバンパーがまず変わってます。で、バンパーはローウェンっていうところのバンパーですね。かっこいい。これかっこいいね。これですか？これイエローに光ってる部分ですか、いつも？あ、これは普通に白です。これもともと多分このローウェンのバンパーについてる元々のやつで、フォグが黄色ですね。フォグ黄色でしたね、はい、光ってました。あとはヘッドライトちょっと今パリパリになって汚いんですけど、ちょっとこれは劣化しちゃったんで今後ちょっと綺麗にしていこうかなって。いいですね。そうですね。この後フィルムをちょっと貼ってやろうかなと思って、一応イカリングでしたっけ、そういうライトに丸い感じに光るタイプですね、のヘッドライトに変わってます。おー、かっこいい。で、あとは、はい、ナンバーが移設されてるぐらいですかね。あ、これ移設なんですか？そうですね、本当はナンバー真ん中だったんですけど、ちょっとダサいなと思って。いいですね、移設しちゃって。移設しました。なんか本当ラリーカーって感じですね。そうですね。それでは続いてホイールを見ていきたいんですけども、こちらのホイールは何のホイールを履いていますか？これはちょっと私のメーカーが分かっておらずですね。フネイルか。はい。ちょっとあのヤフオクで見つけて、お、私フカリムが結構好きなんで。なるほどなるほど。フカリムでちょっとなんかかっこいいなっていうのを探してて、そもそもサイズがないんですよ、あの、あ、なるほど。ホイールの、ね、DCD のサイズが 114.3 の4ケツなんで、多分 114.3 の5ケツだったら多分いっぱいあると思うんですけど、
64.3 の4桁ほぼないに等しいか、特注っていうかオーダーを多分する感じなので、いいのが見つからず、でたまたまヤフオクで探してたら、うん、こちらを見つけたということ で、 で、ね、でもかっこいいですね、はい、そうですね、うん、黒とメッキなのがまた今のボディに合ってて、はい、ちなみに何インチなんですかこちらは。18インチですね。18なんですか。もともと純正が確か16インチなんですけど、うん、はい、それを2インチアップして、お18インチ入ってます。多分18インチにあんま見えないと思うんですけど、うん、なんかもうちょい17ぐらいかなと思ったら、そうです、一応18ですね。タイヤも薄くて、はい、それと車高を低く見せてるんですよ、一応。あ、なるほどですね、はい、そしてなんかここタイラップで止めちゃって、いやんこれ自分で開けたんですか。あ、そうです、これは自分で開けたんです。あのこのバンパー自体が車外で、うんうん、チリが合わなすぎるんですよ、うんうん、そういうなので無理やり止めてるのと、うん、そこまで全然車高は低くないんですけど、場所によって擦っちゃうところがあって、それで一回バンパーを持ってかれちゃったんで、あのタイラップだと持ってかれないじゃないですか。そうですね、アメグさんの発力も車高低いんで分かると思うんですけど、ちょっとやろうかな。タイラップだと何かあった時にパチンと外せて持っていけるんで、タイラップ持ち歩いてればすぐ止められますね。そうですね、はい、一番安全だと。ちょっと学びました。ちなみにこの下のサイドスカートみたいなやつは、これは純正なんですか。そうですね、純正でフェンダーと一緒な感じにしてます、ね、すごい。そうなんですよ、なんか普通にサイドスカートのヤロがついてるのかと思いました。多分ですけど、はい、普通のコルトはこのフェンダーがついてなかったと思うんですよ確か。ラリーアートだとなんかフェンダーがついてると思います。確かなんかそんな記憶が、レア感があってめっちゃいいですね。そうですちょっとスポーティーな感じ、スポーティーな感じが。後部座席のドアにうっすら見えますかね、モンスターって書いてあるんですよ。これはわざとですか。そうですね、なんか貼った時に何を思ったのか、なんか貼ろうかな、友達の提案で。浮き出すのもこう自分のイメージで浮き出させたって感じですか。おしゃれじゃないっていう感じで友達となってやったんですけど、モンスターってなんで貼ったんだろうなって今自分でも思ってるんで、ちょっと早く剥がしたいっていうのがありますけど。でもこれ剥がすってなったらラッピングを全部剥がさないと剥がれないってことですよね。そうですね、ラッピングの下に多分貼ってラッピング上から貼ってるんで。かっこいいですよ。でもこれ主張しすぎてない感じが私は好きです。このよく見たらいるっていう感じが私は好きです。だからよく気づいたなと思います。あんまり気づかれないんで、あ、まあ、まあ分かりづらいっちゃ分かりづらいですけどね。じゃあなんかその気づかれないところを気づけてよかったです。よかったです。ここのキャリパーは塗ったんですか。はい、そうですね、知り合いが塗ってくれました。いいですね、よりレーシー感が出てすごいです。ありがとうございます。そして運転席側のリアフェンダーにはこんな感じで、スプレーですかこれは。そうですね、なんかそういう型紙があって、その上からスプレーでシューって。かっこいい、こういうの好きなんですか。そうなんです、なんかちょっとアメリカンチックなのが好きで、アメリカン雑貨とかも結構好きで集めてるんですよ。アメリカン系女子なんですね。目指してます。ルーフもあのフェンダーと同じ柄でラッピングされてるんですね。そうですね、うん、ルーフとミラーとフェンダーとボンネットは一緒です。おー、ちなみにリアのカスタムはどのような感じになっていますか。リアのカスタムは、はい、スポイラーっていうんですか、ウィングっていうんですか、ね、ウィングですかね。これはワイヤルアドバンスっていうところのカーボン調なのかカーボンなのかちょっと私も分かんないんですけど、リアルカーボンかまだ謎という感じですね。そうなんですよ、それをつけてます。いや、かっこいいですね。結構大きく見えるんですよ、直接見ると。いいですよね、かっこいい。ハッチバックにこういう大きいウィングをつけたくて。お次はどこをカスタムしておりますか。マフラーは変わってますね。お、でかいですよね、パイが。パイ、パイ。パイでかいですよね。何笑いですか。わかんない。パイって言います。言います。ですよね、何パイって言いますよね。そうですね。パイだけ言うとなんかちょっと面白いなと思って。, 笑われました。でかいですね。これはストレートなんですか。結構いい音してましたけどね。
中間はストレート、一応触媒はあります、ちゃんと。中間のストレートのパイプはワイヤルアドバンスっていうところのやつ使って、はい、あとは普通にマフラーは、これは無名です、よくわからないとこで。ヤフオクですか？そうですね、納車したと同時に安かったんで、ちょっとつけてみようかなと思って、これは自分でつけたって。おお、自分でジャッキアップして。そうですね。すごい、さすが整備士。いやいや、マフラーは誰でも交換できます今度またいろいろ教えてください、師匠。ええとか言ってでもすごいいい音してたんですよ。ぜひちょっと聞かせていただきたいんですけども、いいでしょうか？全然いいですよ、本当に。メグさんの86にはもう全然聞かないですけど。いやいやいや、後ろ走っててめっちゃいい音してたんでそれでは早速愛理ちゃんのマフラーチェックしていきたいなと思います。では愛理ちゃん、お願いします。はい。いや、めっちゃかっこいい音してましたね。してましたかね。すごいいい低音です、ね、高すぎず低すぎずの低音と、あと心臓に来るちょっとドドドドっていう感じの音が私は好みでした。よかったです皆さんはどうでしょうか？ぜひコメント欄でいい音だよってたくさんコメントしてください。踏んだ時が多分一番いい音で、アイドリングはもう静かなんで。いいですよね、アイドリングが静かなんだけど、走ってる時だけなんか羊の皮をかぶった狼みたいな静かなのに踏んだ時だけめっちゃいい音するっていうのが、う、ね、私はすごい好きなんで、めっちゃ好きです。よかったです続いては内装に入ってきましたので、内装の方を詳しく見ていきたいなと思います。イエーイ控えめ一番見られたくないところです。あ、確かに確かに、私もちょっと最近にさらされてしまったのでさらし返します行ってみよう、 それでは早速このメーター類の方から見ていきたいんですけども、こちらはクレセントさんの、そうですね、ステアリングですね、はい、こちらは後に分かると思うんですけど私もお揃いになるかと思います。お揃いですかわいいですよね、こちらのハンドル。ちょっとナルディっぽくないですか？わかりますそれがいいなと思ったんで。しかも今だとカラーもいろんなカラーが出てるみたいで。そうですね、紫がって言ってましたもんね。紫が出てたんですけど、ちょっと先に買っちゃったので、出る前に買ってしまったみたいで。そうですね、ピンクだそうですメーターの方もこちらもカスタムなんですか？純正ですか？はい、これもともとです。スポーティーですね。そうですね、でもちょっと私は黒が良かったんですよ。あ、逆に逆に黒が良かったです、はい、でちなみに手前のこのメーターは何のメーターなんですか？ブースト系。ブースト系ですか？あ、はい、ちなみにここにね、3連メーターついててレーシー感が増してめちゃくちゃかっこいいですね。でちなみにすごい気になってるんですけども、アルカンターラですかね、純正とかですか？知り合いと一緒に買ったって感じですね。ここの反射が結構眩しくて嫌いだったので、これを貼れば結構眩しくならないって聞いたんで、まあ、貼ったのと、あと内装にこだわりたくて、おしゃれにしたくて、これを貼ったって感じですね。あ、めっちゃおしゃれですね。しかも下のところを見てみると花柄になっていて、これは手芸屋さんに行って自分で布の柄を選んで貼りましたね。なのでちょっと今後ここはちょっともう劣化しちゃってるんで、また新しく柄を買いに行って貼ろうかなと思ってます。今後のデザインの変わり具合も楽しみですね。そうですね。そしてちなみにここも紫になっているところは、これは、はい、これもラッピングですね。一緒にラッピングした時にやってもらいました。塗装になっています綺麗ですよね。綺麗です。しかもあの扉のところもしっかりとされていて、そうですね、はい、エアコンのところも紫になってますね、はい、すごいアクセントがあってめっちゃ可愛いですありがとうございます。シフトノブもこちらはステアリングと同じメーカーさんですよね？そうですね、同じクレセントっていうところのシフトノブつけてますね、ちなみにこれももしかしてご自分で？そうですね、自分で型紙で取って縫って変えたんで、はい、ここもちょっと変えようかなと思ってます。すごい器用ですねすごい、私の86も作ってもらおうかしら。あ、全然作りますよ。あ、いいですかやったー手芸大好きなんで。あ、本当ですか、はい、じゃあちょっといろいろ今後お世話になりますありがとうございました。ありがとうございます。
はい、というわけで今回は新しく入った愛理ちゃんの愛車紹介でした。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。こんなにね、ちっちゃくて可愛いのにめちゃくちゃいかつくてかっこいい車に乗ってるギャップが素晴らしくたまらないですよね。ちなみに今後もたくさんいじっていく予定ですよね。そうですね、ちょっと多分ガラッと変わると思うんで楽しみですね。皆さんも愛理ちゃんのコルトの変化を楽しみにしていてください。私も楽しみにしてます。それでは今日はこの辺で、メグでした。愛理でした。バイバーイ。